どう思います？お昼に合わせていかないと。びっくりドンキーがあるんですけど。びっくりドンキーね。 2.5 キロちょっと遠いですか？ 2.5 キロちょっとちょっと遠い。出るのに時間かかるからね、びっくりドンキーは。そっか、ね、焼く時間かかりますから。始まりました、ガガガガール88。イエーイ。おはようございます。おはようございます。言えた。はい、ひろやまんです。はい、コウテイズキです。よろしくお願いします。ふんわりふんわり始まりました。今日はね、第2回目と、はい、いうことなんですけど、この番組はですね、媒体の違う同じ年齢の女性ライター4人が組み合わせを変えて共演し、これまでの経験や知識を生かし協力し合いながら勝利を目指す番組でございます。はい、ね、書いてありますね。書いてありました。はい、まあ、でも4人の時とルールはそうみたいです。一緒なのかな。はい、ルールを言いますと、勝敗は様椅子計算となり、1名勝利することに宝箱の鍵を1本ゲットすることができ、4つ用意された宝箱から勝利した人だけが開けられます。はいね、今回はなんと4名中、なんかありましたっけ。いや、よく覚えてないんですけど、私の記憶が正しければ1つしか鍵をもらえなかった。そうだ、私が開けたんでした。いやいや、何言ってんの、何言ってんの。え、大丈夫。記憶障害。ねえ、ちょっとボケが始まったな。ボケちゃった。いや、ちょっとだから前回は出せなかったのか。そうなのかもしれないですけど、マックスで2個しか開けられない。そうなんだ。じゃあもう絶対勝たなきゃいけないじゃん。負けたら、しかもね。そうだ、しかも罰ゲームがさ、ある。そうなんですよ、今回。そうそうそう、2人がね、負けた場合、はい、内容の違う罰ゲームが入った宝箱を2人が開けなければいけない。いやです。4人いたらさ、1人勝ちるぐらいはね。2分1だから、結構これは罰ゲームのリスクはあるよね。高い。いやー、1枚でもプラスで割ればいいからね。最悪拾おうか。拾おうか。最悪、すいませんねっつって。これでプラスなんですよ。で、2人が勝利して、なおかつ合計枚数が5000枚を超えれば、外れなしのプレミアム宝箱となります。5000枚だってよ、今のご時世。5000枚なんて、感想2回しないといけないですか。出る。感想2回だよ。いや、どうしましょう。どうする。帰る。帰る。 今ならプラマイゼロだよ。そう。罰ゲームもない。あ、ちょっと拾えばいいんじゃない。拾えばいいんじゃない。1枚プラス。おプラスで1枚くらい。どうしよう、帰った方がいいかもしれないね。いやいやいや、ここ強いですから。そうだね。そう、ここ何回か来たことありますけど。あ、ほんと。ここメイン機種からバンバン埋まって、ああ結構ゴリゴリ出してくるんで。なるほど。まあ、メイン機種に座れればですけどね。マイナスじゃなければいいから。そう、勝てばいいから。そう、誰も見たくないよ、罰ゲームなんて。5000枚は一旦置いといて。まずは今日は勝ちを目指す、ね。はい、まあ、前回に引き続き勝ちたいと思います。ないよ、ね。大丈夫。はい、覚えてる。あんまよく覚えてない。都合の悪いこと忘れられる。今日は、はい、本当に記憶に残るような勝利を目指して頑張っていきたいと思います。はい、はぁ、はぁです。いっぱい。あ、こっちにもある。外線もいっぱい。あ、埋まってるね。え、ビッグ 42? やば、こんなビッグ 49? どういうこと。こんな悪くなさそうですけどね。なんでみんな朝来ないの。ツインドラゴンハナハナ。なんかさ、ハナハナ打とうと思ったけどさ、あんまりバーってなってないから。確かに、意外とみんなメイン機種だったね。
で4回だけ回したんだろう。どうしよう、笑ういくか。あ、1台だけ空いてる。だまち行こうかな。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかです。よし、噛まずに言えた。よし、白毛やるか。店も埋まっとる結構。ああ、この間を。今日はリゼロ打ちますよ。私今白ゲー15連勝してるんで、16連勝目できればいいな。頑張ります。まず前回のガガガガール4人でやったやつ、コメント欄を拝見しました。でね、私の帽子かぶってたんですよ前回。で、私の帽子が邪魔で液晶が見えないと、本当に申し訳ない。このパチスロ動画っていうのは誰が主役であって、私はあくまでサブなのに、誰より私が目立ってしまうというあるまじき行為ですよ、パチンコパチスロライターとして。この私のプロ意識の低さ、本当に反省しています。今日は断末打ちますよ。もうとりあえず RT 入れてゴリゴリにボーナス引かないといけない台なんで、まずはソロプレイ目指さないと。2人で5000枚プラスだから、1人2500枚プラスにしなきゃいけないですよね。2人とも有力感がある台を打ってるっていうね。まあメイン機種がね埋まっちゃってたんで、2人でゴッド系でもいいのかなとも思ったんですけど、空いてなかったっていう。そうでしょ。やった、リバインジャッジダブル94ゲームと3本。超ジャックに寄ってくれ、オッケー。この持ってけ出しはね、レバーンがね超楽しいですよ。もっともっとって、はい、言わない。3回目は第3停止。あー、ない。もっともっとって言ってくれれば次回持ってけない。あー、これだと少ないんで、いかに持ってけ引けるか。うわー、やばい、下手くそだ。ポカポカに偏ると全然枚数取れないんですよね。もう一段階上がれば持ってけ。あ、来た。あ、あ、あ、はい。あ、聞こえた。ずっと反省会聞いてたよ。あ、聞いてた。恥ずかしい。どう、ダンマチは1回ボーナス当たった。あ、早い。あ、でも RT にはつながらず。そっか、いいんだよ、ヘスティアのおっぱい見れればいいんだよこの台は。ダンマチは見たことある？うん、ないのか。見てほしい。面白いの？めちゃくちゃ可愛いヘスティアが。見てみるよ。見て、絶対見て。分かった。私でもヤマンに勧められた穴番全部見たから。あ、そうだね。お返ししないとね。でも面白かったでしょ。面白かった。だよね。しか
もタイムリーで見ないとさ、ツイッターのトレンドとか上がるじゃん。そうそうそう、考察がねすぐ出ちゃうから。そうなのよ。レギュラーファミリアチャンス、スイカから、あ、高設定示唆出ました。ミヤハ前スとかだったら六角だったり、プレイヤーだったら否定とかあったんですけど、ミヤハか。でも前回のやつコメント数すごかったよね。すごかった。だからそれだけ、まあ、叩かれてたけど反響もあったってことだよね。そうなの。ね、中左右どれがいい？左中右どれがいい？左中右？うん、右。オッケー。ほ、どう？あー欲しい。ダメだった。ダメだった。あ、私も右が良かったから右。三択だったの？三択だった。あれ成功してもソロプレイだからそこからやれるかだけど。頑張れ頑張れ。いやでもあんだけコメントあって、私に対するコメントが 3,4 件しかなかった。あ、本当私映ってたのかなと思って多分映ってなかったんだあんなに出したのにおかしいなと思って出してたっけなおかしいなと思って。ファミリアホームありそう。ありました。あ、うまうま。ここでの強ベルはうま。こんな引けないことある？お、よかった、強ベルで当たってた。追加投資ですやっと327回投資7本でソロプレイ。でももう一段階上げないとダメなのよ。もう可愛いから何でもいいんだけどね。あー全然いい。あるからマルチプレイに上げなければなりませぬ。折り返し。赤出したん赤じゃなくていいじゃん。なんで赤出すのよ。あるんそんな。テレビ的なこと考えやがってあタクだしな。うわ、アウトだ。あああ、赤カットイを出しただけで終わってしまった。おや、2、3。あああ、今日チャンス目だった。
ファミリアチャンス60ゲーム投手8本ゲーム いきなりチャンス追加か出さんでえっちゅうねんってやる恥ずかしいから早くしまってガガガガールズトーク、イエーイ、ミニコーナー逆だったさあこのコーナーはですね、はい、アプリによってランダムに選ばれたトークテーマを話し合おうというミニコーナーでございます、はい、まあ、初回あれ押すやつだったけど2人じゃバレるから、そうそう2人じゃ視聴者さんには同化したらバレない感じだけどもう私たちもお互い分かっちゃうからお互い変な感じになっちゃうかもしれないからおおおおとりあえず一つ目から早速やっていきますか、はい、行きましょう。一つ目どうぞ、はい、眠れない時どうする。おお、え、どうする。眠れない時がない。ないないっていうのは、あ、でも次の日遅刻したらどうしようっていう。あー、むしろね、そうそうそう、早く寝なきゃ時こそ、そう、そういう時の方が寝れないかも。どうする、寝れない時は、いやでも布団には潜っとくかな。そこで変に携帯いじっちゃうと楽しくなっちゃうから、うん、そうそう、携帯も見ない、ね、そう、あの、ホットアイマスクしてみたりとか、とりあえず安らぐ方向に持ってく。なるほど。どうする？私はね、ほぼ眠れないんだよね、逆に。あんまりね、そう、寝つきが悪いの。寝たら起きないんだけど。怖い怖い。私はね、あの、子供がいるから、うん、息子の 寝顔をガン見して怖い。怖いよ、パッて目開けたらここにいるんでしょ。泣いちゃうね休日は何をしてる。ゲームしてます何してる。私休日はね、掃除してるか、あ、主婦だ。うん、そう、なんかね、掃除を最近、ま、そうね、洗濯はする。うん、掃除は掃除嫌い掃除嫌い。あ、マリアほどではないマリアちほど汚くはないけど、いい線いってるかもしれない。本当。ミノリンもなんか一時期やばかったけどね。あ、マジ？うん、呼ぶこともないし、来るとしたら佐川急便ぐらいだから別に。いや、佐川急便の人びっくりするじゃん。いやでもドア閉めといたら分かんないじゃん、リビングまでのあのドアをもうワンテンポあるから。あ、下までは見えないしでもほんとなんかやらなきゃいけない時が来たらやるから。あ、そうそうそう、やらなくていいと思う今は必要ないからね。そうなのよね、そうよ、そうなの、うん、そうです。呼ぶ予定ができたらちゃんとするそうだね、うん、将来ね、将来何年後かなどうしよう、ジャンバリさん急に来るからね、なんかねマリアのやつ超面白かったあ、なんかね、言い入ってたね。そうそうそう絶対嫌だわ今までで一番緊張した共演者。共演者、木村さん。おお、ダントツで木村さん。レジェンドじゃないですか。あ、まあでもそっか、沖さんとか木村さんとか、もうあの辺りのレジェンドの皆様はマジで緊張する。そっか、今でも緊張する。今でも木村さんいるみたいなどうしようみたいな仮猫よ、もう仮的な猫じゃない喋れない緊張で喋れない、ほんと喋れない。でもね、やっぱオーラがね、うん、違うもんね。違う、やっぱ見てたし、うん、やる前から、うん、
そう言った山ちゃんもだけど、うん、私やっぱ緊張したし最初、本物やみたいな。そうなの。そうだよ、本物だと。どうしよう、嬉しい。いや思うよ、そりゃそうよ。か、私緊張しないな。しなさそうよ、ね、全然なんかあんま関係ない人。マジ誰でもいい、誰でもいいっていうか、まあ、長いしね。なんかわかんないけど、人によって緊張っていうのはないかも。番組によってとか、それもないかな。なんかあんまり緊張しない。人生で緊張ってえマジあんまりないかも。すごいね。逆にじゃあ緊張したなこの回みたいな、これ緊張したなみたいなのもない。これ緊張した。最近は毎日野球ではドキドキしてるけど自分ではないってことか。いや、あんまりないかもしれない。すごいね。なんか上がるとか、うん、ないかもな。私めっちゃ緊張しちゃうもん。なんかあれはなんかの MC やります。あ、もうあの海祭りとか、うん、花家とかもマジで緊張するもん。そうなの。今でも無理人前に出るのが無理かもしれない。あー、でもこの収録も初めましてだったから、前回が超緊張するし。そうなの。そうよ。もうずっとやってましたってみたいな。もうすいませんみたいな、もう本当すいませんみたいな。これで大丈夫ですか。真面目なんだよ。でも真面目なのかな、うん、怖いんだと思う。ビビリなんだと思う。いやでもいいことだよ、常になってさ初心の心忘れずに。いい加減なれろよじゃない。もう6年 よ。いいと思う、常に新しい気持ちでやってんの。すごいと思う。いや本当に人見知りもしちゃうしね。私も超人見知りだよ。でもあ、でもそうかも。そんな気もしなくてもない。ユズッキーにはでもだいぶ慣れた。あ、本当に、うん、よかった。私もだいぶ慣れたね。よかった。だって天井だもの。あー、おてておじさん、やんだ、出てきた。めちゃめちゃ弱い。もう大丈夫。あー、でもなー、来ました。いよいよ白芸のお時間がやってまいりました。頑張る。得意だから白芸。16連勝から。そこは大丈夫。一体撃破を持っているので。おわだ。おお。アルヘルム。まあ、そりゃそうだ。そりゃそうだ。ああ、まずい。ほら、まずいぞ。消滅切り。あー危ない。危ない。これはあかん。あ、無理だね、これは。これは無理だわ。あ、ま
けぐぬぬなんと連勝記録ストップ。やだ、私が下げまんみたい。やだやだ、もうやめるか。かろうじて52枚、53枚53枚を獲得し移動です。獲得はしてない。もうパチンコ打ってからあ、いいかな、ちょっと早いから、あ、だったら私も行きたい。どう、いやいやーいやー、あ、でもまだ今1万円、あーでも全然まだそう、全然遊べてるけど、前回より全然いいよ。あ、そうそうそう、全然いい。どうするの。いやでも打ち台がちょっと、そうなのよね、困ったね、開いてないよね。ちょっと見に行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。行きます。どうしよう、ジャグラー打とうかな。ジャグラー、おや、あ、ナイス、ありがてー。5000枚出そっか、ジャグラーで。あ、マジか。マジか、頼もしいな。だろ。北電子祭りになるけど大丈夫。よし、3度目のソロプレイ。おー、やっつければダハダハ、チャンス、めちゃ低い。そう、チャンス目なんだけど、これはもらったでしょ、せめてボーナスあれば。再セット。いやん。あだー。気持ちいいこれ。初めて見たー。見たかったやつ、これちょっと取りますね。すいません。これありがとうございます。やっと見れたー。よしよし。ありがとう。ゴーゴーラップ。嬉しいやつ、やっと。じゃあ5000枚出す気満々で、はい、マイジャグ4にやってきました。いや出るから3000枚とか。いや出る出る、出るとき出るからね。そうよ、侮っちゃいけないよ、ジャグラーを。まあ、高設定ならね。うん。あ、でも1でもな、たまに頑張るときあるから。しかもマイジャグでしょ。うん、あるある、あるよね。頑張ろう。いや嬉しい、ゴーゴーランク見れたのマジで嬉しい。やっと、やっとマルチ。まずはエピソード。こちょっぱ、こちょっぱ。ネジネジ。ネジネジネジ。よし、オッケー。うますぎる。マジでポーション欲しい。お。始まりのレギュラー。エピソード中にレア役いっぱい引いとけば後のダンジョンが結構楽になるんですけどね。あ、嘘、スイカでありがてえ。
男女始まってから弾きたかった。こう設定歩道って言います。お、あ、緑まで行ってる。もううまうま。赤、あ、緑か。初回は絶対赤か緑なんで、ここで白7ゾロイできれば万体かな。赤がないからな、ここまではさすがにきつい。あー、マジ黄色はしんどいです。ボーナス引くしかない。の魔石ポイントによって継続率が変わってくるんで、緑だとまだ不安。せめて赤まで上がってほしい。いやー、怪しいな。どっかでポーション取ってればいいですけどね、ボーナス引いたんで。あー、やばい。うわー、ボタンが出ればセーフ。あ、ナイス、ありがてー、よかった。よし、赤までもうすぐだけど、さすがに届かないと。もう一個オーブがあれば赤までいけますけどね。ここまでオーブじゃない、ポーションか。もう一個ポーション取れてれば。すげえ赤いるけど。でもさすがに魔石ポイント結構溜まってるんで、継続はしてくれるかな。赤の次紫があってレインボー、白7揃いできれば魔石ポイント大量獲得のチャンスだったんですけど、いかずとも。エピソード中にめちゃくちゃ引いたんで、すでに溜まってました。いやでも赤でも外れるときは外れるんで油断はできませんが、あー、ポーションはない。ここで魔石ポイントを参照して継続抽選。リリが出てくれば継続。あれ、当たってる。変な出目だなと思ったら、あー、なんでここだ、噛み合わぬ。ファミリアチャンス、本当に引くタイミングによっては特化ゾーンというか、あの魔石獲得できるゾーンなんで、引くタイミングが超大事なんですけどね。プラスにすることがまず大前提。そう、ええー、抽選漏れた。80% ぐらいあるはずなのに、マジ。あ、3択だ。あー、どうしよう。中だな。いや、左か、いや、右か。セーフ。あぶねー、再セット。打ち勝った。やばー、今日ベルが
択だ、無理だ、ダメでした。629枚って書いてる。緑のやつ？緑のやつ。マジそれ上位だよ。そうなんだ。いいやつやね。ええー。きたー。いいの引いたよ。あー当たったー。嬉しい。やったー。仲間も大切。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。